レイトプロジェクトの滝沢健一です。はい、本日もですね、視聴者の方から最高の質問をね、いただいております。ありがとうございます。それではですね、最高の質問にお答えして、はい、Q&A コーナーやってみたいと思います。はい、早速ですね、質問にね、移りたいと思います。はい、本日の質問はですね、ハンドルネーム、前野さん、下の名前はちょっとね、すいません、漢字読めませんでした。はい、前野さんからね、質問となります。はい、DVD 買いました、ありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、毎日見てテンション上がってます。さらにありがとうございます、嬉しいです。はい、進みますね。はい、またまた質問させてください。スクレーパーの切れ味が悪くなったらどうするのが一番いいですか？私は紙ヤスリで削っています。それでもすぐに、切れが悪くなります。おすすめのスクレーパーなど復活させる方法はありますでしょうか？はい、お答えさせていただきます。スクレーパーの切れ味を復活させる方法、もちろんあります。まずですね、皆さんも知っててもらいたいのが、このワックスを剥がすためのスクレーパーなんですけど、スクレーパーは刃物なので使ってるうちに角が丸くなってしまって、ワックスがね、剥がれづらくなります。包丁もそうですよね。包丁も使ってるうちに切れが悪くなって、研ぎに出さなくちゃいけないね。刃物は何でもそうですよね。なのでスクレーパーも同じですね。なので切れの悪いスクレーパーでワックスを削ってしまうと、板に、ね、無理に力を加えてしまって、板自体が傷ついてしまったりね、しますので、常に研いで軽い力でね、ワックスをね、削れるようにしておく必要があります。それでは、どういう風にこのね、スクレーパーをね、研いだらいいのかということなんですが、はい、ちょっとね、僕の経験から少しずつね、道具がね、グレードアップしていきましたので、ね、それを順にね、お伝えしていきたいと思います。はいですね、はい、それでは、そのスクレーパーの削り方というね、僕の経験ね、僕の歴史と合わせてちょっとね、お伝えしていけたらなと思います。かれこれ20年ぐらい前のそのね、私が競技者だった時代っていうのはね、貧乏でしたので、道具をね、あまり買えなかったっていうのもありましたから、最低限のね、安い道具でね、手元に揃えれる、ね、道具でね、いろいろね、頑張って知恵を絞ってやってたわけですが、このスクレーパーが丸くなるとどうやって研ぐかっていうと、はい、それはね、もう前野さんと一緒ね、はい、紙ヤスリね、紙ヤスリを用意して、紙ヤスリにこすって、はい、少しでも角が立つようにっていう風にね、削っていました。で、おすすめの紙ヤスリはホームセンターとかで売ってるんですけど、紙ヤスリの裏が両面テープになってるタイプあるんですよね。そうして貼り付けれるタイプね、そのね、紙ヤスリがね、すごく便利です。ちょっと仮にこれがね、紙ヤスリだとしたら、こういう何か平らな硬いもの、ね、これちょっと段ボールですけど、硬いものの上にペタッと貼り付ける。そして、はい、90度にして、はい、キコ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 と、はい、角が立つまで削るっていうね、作業をやってました。で、それで削っ、スクレーパーで、ね、ワックス剥がしては削って、ワックス剥がしては削ってっていうのをね、繰り返してやっていました、ね。それが一番ね、価格も抑えられて、手軽にスクレーパーをね、研ぐ方法だとは思います。ただし、めちゃくちゃ面倒くさいですね。研げる量も決まってますし、実際自分でこうしてもしっかりとね、角が立たないんですよ。なかなか変に斜めにしちゃうと、まあ、逆に丸まってしまったりとかして、技術が必要に、なってくるので結構大変でしたね。そのうちですね、だんだん道具を揃えれるようになりましたので、次やり始めたのがファイルってやつですね。これ見えますかね。はい、これオニファイルってやつなんですけど、はい、このね、金属のファイルですね。ちょっとこれオンにしますね。ちょっと、はい、ちょっと変わりますよ。はい、これで見えるかな。はい、見えましたね。はい、この金属のヤスリね、オニファイルって言うんですけど、このヤスリをですね、手に入れて使うようになりましたね。はい、これのでかいやつ持ってましたね。もう長いやつね、長いやつ持って、その上で今度は、はい、同じくキコキコやってましたね。こうやってキコ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 ね、スクレーパーを削る作業をね、やっていました。まあ、紙ヤスリよりは一気に削れる量が増えたので、手間は少しずつ減ってきました。しかしながら同じね、まっすぐ平らにやんないと、はい、角が逆に斜めにしてしまうと丸まってしまうっていうのが、ね、ありましたので、まあ、結構集中してね、やらなくちゃいけないっていうのがありましたね。そしてそのうちね、メーカーさんも考えまして、発売されたのがこれ、スクレーパーシャープナーってね、今もね、売ってますが、はい、こういうやつね、この先ほど説明したオニファイルっていうやつをこのプラスチックのものに仕込んでですね、そしてこれで、はい、こういう風にここに当てがって、必ず90度に
なるようにあてがって、ちょっとシャコシャコなりますけど、これ言えますね、はい、こうやってこういうふうにあてがって削るっていう、ね、のが発売されました、ね、これをすることでいよいよ解放されましたね。90度にしなく、当てなくても軽く気軽にエッジを、スクレーパーを削れるっていうね状態になりましたね。これがスクレーパー車、これ一般的なやつなのでそんなに高くないです。いくらだったかな、ちょっと待ってくださいね、はい、多分ね3000円かね4000円ぐらいだったと思うんですが、はい、スクレーパーシャープナー、はい、3500円ですね、プラス税のね感じなんで、まあ、買える値段かな、買える金額だと思います。はい、そして、実際ですね、このねスクレーパーシャープナーもね、なんだかんだねやってるとめんどくさいんですよ。ワックスガン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 入れてると、まあ結局丸くなるのが早いんで、このちっちゃいやつで、ね、コシコシコシコやってもね、そんなにね削れないので、あーめんどくさいなーっていうのと、ファイルが短いのでどうしてもねここに入り際にかかる力と最後のアウトでかかる力が違うので、だんだんだんねスクレーパーがね歪んできちゃうんですよね。そうしちゃうと、まあスクレーパー歪むとさすがにもう全部きれいに直すのめんどくさいんで、スクレーパー買い替えってなるんですが、それも面倒だなということで、はい、今僕が使っているスクレーパーシャープナーがじゃじゃーん、はい、高級スクレーパーシャープナー見えますかね。ここね、ここに鬼ファイルがついてますね。ここにファイルがついていて、はい、長くてしっかり固定できるように重たい鉄のやつ、はい、ファイルが内側に全部収まるんですよ、きれいに。これを使ってシャッシャッって研ぐとめちゃくちゃ削れます。めちゃくちゃ削れるし、綺麗に仕上がるんですよ、ね、これは買ってよかったなっていう一品になります。しかしながらこれの値段なんと税抜き11,000円、高い、ね、高いか安いかってね思うとどっちなんだってねいうふうにはなるんですが、手間を考えるとね、自分はこれ、ね、すごいワックス入れる回数一般の方よりも多いので、買ってよかったなっていう一品ね、これは本当にねめちゃくちゃ重宝しました。でそこで、さらにですね考えたのが、スクレーパーも研ぐのもめんどくさいな、買い替えるのも研ぐのもめんどくさいなっていう風に考え始めたんですよね。でスクレーパーって実際買うと高いんですよ。1000円ぐらいねするんですよね、スクレーパー、ちゃんとしたメーカーさんのワックスを削りやすく作ってますってやつに関しては。なのでちょっと私も考えましてですね、ちょっといろいろ私の知り合いの業者の方にいろいろこんなの作れないかみたいな感じで商品開発をしまして、今ははいレイトプロジェクトから、ね、発売させていただきました。スクレーパーもどきね、もどきですね、スクレーパーもどきというねものに発売させていただきました。これはアクリルプレートですね、固めのアクリルプレートで作っているものなんですが、スクレーパーの代用品としてね使っていただけるという代物ですね。そしてですね、正直こだわってないです。ここがしっかり90度になるようにだとか、なんですかね、削り出してきれいにしてるとか、そこまでこだわった商品ではないので、メーカーさんのやつはめっちゃこだわってるんですよ。横から見てもつるってしてたりだとか、きれいに本当に90度出してるんだろうなーっていうね、商品なんですが、私の場合はですねそこまで、ね、気にして、がっちりやらないので削れればいいっていう感じなので、はい、ちょっと雑に作ってます、普通のねスクレーパーで。なんでスクレーパーもどきですね、アクリルプレートっていうのを作ったんですが、それがこれ、はいはい、税込みです。 10% になったね、税込みで330円でね発売できるぐらいまでちょっと値段を抑えることができたんですよね。なので、はい、これを去年からテストして使ってるんですが、使うようになってから、はい、このねスクレーパーシャープナーね使わなくなっちゃいましたね。もうこれさーって丸くなったなーと思ったら、はい次のやつって言ってね新しいスクレーパーにね変えるようになってきたぐらい、はい、重宝しておりますね。もうこれさっき後でリンク貼っときますけども、ぜひね見てみてくださいね。研ぐのめんどくさいという人はねもうこれね大量にねまとめ買いってねして、シーズン中送ってもらえればそれで OK みたいな感じになりますので、はい、実際ですねこれ発売してからまとめ買いが多いです。めちゃくちゃ1枚だけというよりはもう5枚とか、10枚とかまとめ買いでポンポンって買っていただける方が、ね、いらっしゃいます。本当にありがとうございますね。はい、という形で、スクレーパーっていうのはトイレ使うっていうのが当たり前ね、トイレ使うのが当たり前なんだけど、その研ぐ作業っていうのはちょっと手間がかかるので、よりいい道具を揃えた方がより研ぎやすいですよっていうのね、ありますので、ぜひですね、道具にもこだわって、ワックスをねかけていただけたらね良いかなと思います。本日の質問ね以上となります。はい、前野さん素晴らしい質問ありがとうございました。はい、皆さんもですね素朴な質問で結構ですね、気になった質問、前からこれ不思議に思ってたんだよなみたいな質
問がありましたらぜひコメント欄の方にですね、ご記入お願いいたします。その中ですねからですね、皆さん他の方にも他の視聴者の他の視聴者の方にも、シェアしたらねみんな喜ぶなーっていうね素晴らしい質問には、こうして動画にして、詳しく、説明させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして今回の動画、ためになったなって思う方はぜひいいねお願いいたします。そしてですねこのね他の動画もいっぱい見たいな、ね、このシリーズ Q&A 続けてほしいなーっていう方もぜひねいいねお願いいたします。さらに、スノボー先生のねこのチャンネルを見てねスノーボードの雑学、学びまして、いろいろスノーボードの技術学びましてスノーボードを思いっきり楽しんでいきたいなーという方はぜひチャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。本日の動画以上となります。長い時間最後までご覧いただきありがとうございました。レイトプロジェクトのですね、メインテーマはスノーボードは人と人とねつなぐ笑顔の架け橋というね、メインテーマを持って活動しております。ぜひ皆さんと一緒にねスノーボードにつながって笑顔になって、スノーボードライフを豊かにしていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。